はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの解消のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、ちょっとさっきの動画の続きでですね、はい、はい、今日はというか今回はですね、まあ、さっきいろいろハワイの解剖実習についてざっくりお伺いしてたんですけど、ちょっとやっぱり私から中川先生やっぱり一番聞きたいのは、やっぱり腰痛専門の整体院としてやっぱりやってるので、うん、腰痛についてやっぱり聞きたいんですよ。中川先生がハワイの解剖実習で、まあ、ホルマリンの検体もそうですし、生検体、まあ、関節がもうフルで動く、うん、もう本当に生の人間の動きが見える、あの検体を見た結果、腰痛ってじゃあどう思いましたか？腰痛は結局結果としてそこが痛くなる。じゃあその結果が、はい、例えば腰が動きすぎてしまった状態で生活をしてるからこそ痛みが出る。じゃあその痛いところだけ見ていていいのか、はい、っていうところが一番ずっとこうなんでしょうね、言ってきたこと。でそれが現にその健先生のセミナーを受けたとしても、その結局動きすぎるところが痛くなる。じゃあ硬いところがどこにあるのか、でその硬いところをしっかり施術して緩めていけば、その腰が動きすぎるっていうことがなくなりますよね、はい、で結果として腰痛が取れてくるっていうのが、まあ、大雑把に言うとそういうふうに考えてますね。結局じゃあ腰が痛いんだけど、じゃあなんで腰が痛いかっていうと、まあ、要は腰があの正常な範囲から逸脱して動きすぎちゃってるような状態ですよね。じゃあ動きすぎちゃって痛いっていうことはどういうことがじゃあ腰に起こってるんですか？基本的にその腰の部分に胸腰筋膜っていうその膜があって、はい、その膜が例えばお尻ともお腹とも肩甲骨周りとも連動している、うん、でその筋膜がピッと引っ張られて、で引っ張られた結果腰椎が動きすぎてしまったところで痛みが出る。じゃあそれを改善させるためには、そのピンと引っ張られた状態をしっかり本来の動きに近づけてあげるためには、その股関節周りの筋肉の硬さだったり、あとはお腹の部分だったり、あとは肩甲骨部分だったりってところの緊張をとっていってあげないと、結局はそので体が悪くなる、痛くなるって日常の使い方の偏りで骨格が歪んだ結果最終的に出てくる、はい、じゃあそこも含めて筋肉をしっかり緩めて、で日常的にできるケアもお伝えして、最終的に姿勢の部分のところまで話をしていかないと、その腰痛っていうのがもうぼんやりとしたものですけれども、はい、しっかりそのどこが悪くて原因があって結果があってというところで説明をしながらやっていければ、腰痛というのがどんどん改善できるんじゃないかなというふうには考えています。まあ、いわゆる腰痛って腰が痛いっていうと腰にねマッサージしたり、うん、腰に電気をしたりとかしても、やっぱりそうするしてもあんまり意味がないっていうことですよね、はい、結局引っ張られてしまったりとか、まあ、引っ張られてることは他のところが硬くなってしまってるっていうことなので、それで、まあ、筋肉自体筋膜自体引っ張られてしまったりとか、あとは他の関節が動かないっていうことになるので、まあ、何か動きをした時に腰椎がこう動きすぎてしまうことによって、まあ、本当にねじれの動きとか、特にやっぱり小さな動き、腰椎ってねじれる関節じゃないので、それで痛くなっちゃったり、じゃあそれを改善するためには、他のところの動きを良くしてあげることもそうですし、患者さん自身でもそれをできるようにするっていうこともそうですし、じゃあそもそもなんで硬くなったのかって言ったら、その硬くなるような、まあ、運動の習慣とか姿勢の習慣があるので、はい、緩めただけじゃなくって、その後にまた硬くならないような姿勢の指導とか運動指導というところが重要だっていうのは、まあ、本当にもともと僕たちがやってたこととは変わりないとは思うんですけど、でもやっぱりそこが本当に落とし込めたっていうことが大事ですよね。でかいですね、うん、そのやってたことが本当にこう間違ってなかったんだっていうのが、それがもう再確認できたっていうのが大きかったですね、はい、うん、そうですね、うん、僕も本当に去年それを言って自分の中ですごく落とし込めたというところもありますけど、それを聞いて中川先生がそれをね、そうなんだって思って、中川先生自身で目でやっぱり見ることによってもっと納得できたと思うので、やっぱり患者さんにもそれってこう自信持って伝えることもできると思うので、やっぱりその、まあ、腰痛に限らずじゃない、限らず腰痛だけではないですけども、やっぱり痛いところってもう本当動きすぎてる状態なので、うん、やっぱりそういう連動とかを見ていって他の関節が動いてないんじゃないかとか、うん、そういうところをやっぱり、じゃあなんで動かないのか、うん、じゃあどういうことをやればいいのか、やるべきことはそれで見えてきますよね、うん、実際に帰ってきて、はい、施術して、あ先生やり方変えたね、やるところがちょっと違うねみたいなところで、僕なりにこう
何でしょうね、ここの硬さを取ってあげればもうちょっと良くなるんじゃないかなと思って、はい、あのまあ、ピアニストの方なんですけど、はい、ずっと肩の動きがやっぱ使うと、はい、で今日こうちょっとこう何でしょうね、使い方を変えてやり方を変えてでやってみたら、はい、スコンと肩が上に上がるようになったんで、あ、こういうふうにこうその実際に見てきて、はい、でその自分なりのその原因結果っていうのものを考えてやっていくとは、ちゃんと芯の部分が分かれば、うん、そうやって変えていけるんだなっていうのが分かったのは、うん、本当大きなところですね。そうですね、だから本当治療のねテクニックとかっていうよりも、うん、その見方とか見立てっていうところができるようになれば、うん、結構やり方ってまあ何でもいいというか、うん、ただやっぱり分かりやすいっていうところがすごい大事だと思うんで、はい、分かりにくい治療って患者さんも納得できないので、うん、そしたらあの再現性もないじゃないですか、患者さん自身でケアできないんで、うん、なんかやっぱ分かりにくい治療ってどうなのかなっていうふうに僕も思うところでは、なんでやっぱりね、あの僕たちは分かりやすいことをどんどんやっていきましょうっていうところは間違ってもないのかなっていうふうに思いますね、うん、あとそうですね、まあ、そんな感じです、まあ、腰痛の、まあ、本当にあの真実というか、そういった話をしていただいたんですけど、もう一つお聞きしたいことはやっぱ筋膜リリースのお話もあのお伺いしたいんで、ちょっとそれもまた長くなっちゃったので次の動画で、はい、あのお伺いできればと思いますので、あの今回の動画はこれであの以上にさせていただければと思います。またこんな話、ハワイの解剖実習 の、 あのもっとマニアックな話とかもっともっと細かく中川先生のチャンネルで話していただいているので、あの中川先生 の、 あのチャンネル下にリンク貼っておきますので、そちら見ていただくともっともっとあのたくさん喋っていただいていると思います。はい、ハワイの時の動画とかも撮ってるんですか？ハワイの時の動画もあります、はいはい、まあ、そういった動画もあるので、はい、あの見ていただくと面白いかなっていうふうに思います、はい、じゃあちょっと次の動画でまた筋膜リリースの話をしていただければと思います、はい、楽しみにお待ちいただければと思います、はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。